そこにいるのはメディナじゃないか。先生と剣の試合をしているのか。さあ！メディナの剣、なんて速さだ。これまで、試合を終了とする。なかなかの立ち筋だったよ、メディナ・オルティナノス初等練士。ただし、まだ戦い方に荒が目立つな。精神を鍛え、今後さらに修練に励むように。はい、これからも精進します。すごいな、模擬的な剣術試合とはいえ、教員相手に一歩も引かず。それでは、私はこれで失礼するよ。ありがとうございました。メディナ、本当にすごいな。お前か、何の用だ。悪いな、たまたま通りかかってさ、今の試合見させてもらってたんだ。そうか、それで。いや、メディナの剣の速さに驚いたよ。あのまま戦ったら勝てたかもしれないくらいだ。用がないなら私は行くぞ。相変わらずそっけないな。ちょっと待ってくれ。要件を作ればいいんだな。やはり何もないのではないか。あ、ちょっと待てよ。メディナ、お前元気がないな。腹が減ってるのか。餌をやらないと。お前は何を言っているのだ。ノラの動物に餌をやるのは禁忌目録違反であろう。そうなのか。もしや知らなかったのか。いつだかノラ犬に餌をやったことがあるような。俺、知らない間に禁忌目録違反をしてたのか。いや、知ってたよ、もちろん。ま、お前が禁忌目録違反で捕まろうが、私にはどうでもいいことだ。ともかく、この猫には悪いが、私たちにはどうすることもできん。メディナ、もしかして、この…私の気持ちなど関係ない。無理なものは無理。まだ諦めるのは早いぜ。俺にいい考えがあるんだ。なんだと。野良猫に餌を与えるのが禁忌目録違反なんだったら、メディナがその猫を飼っちゃえばいいんだよ。私がこの猫。そうすればその猫は野良猫じゃなくて、れっきとした飼い猫になるだろ。まさか飼い主が飼い猫に餌をやるのは禁忌目録に抵触しないよな。するはずがないだろう。それでは牧畜が成立しないではないか。ああ、だからメディナが飼うと宣言すればいい。そうすればこの猫は飢え死にせずに済むだろ。私がこの子を飼って毎日餌をあげれば。あれ、撫でてもいいか。ふさふさだね。絶対私が守ってあげるからね。ん？メディナの口調が柔らかくなった。ごめんね、今は餌を持ってないの。部屋に戻って食べられそうなものを探してくるから。餌ならあるぜ。干し肉だ。これなら猫も食べられるだろ。ありがたく受け取っておくが、お前はなぜいつも干し肉を持ち歩いているのだ。それはまあ、小腹が減ったら食べようと思って。はい、干し肉だよ。あそこの意地汚いお兄さんがくれたんだよ。あの女。おいしい？よかった。これか
からは毎日餌をあげに来るからね。まさかメディナに猫好きの一面があるとは。でもメディナもこんな顔ができるんだと分かってちょっと。さてと、それじゃあネストの生成から練習しようか。ああ、ジェネレートサーマルエレメント。お、ちゃんと生成できた。よし、僕もやってみるね。ジェネレートサーマルエレメント。ユージオもできたな。うん、こうやって生成した後は何らかの方法で解放して放てばいいんだよな。うん、まずは普通のフォームエレメント、アローシェイプ、フライストレート、ディスチャージ。あれ、矢の形になれって言ったのにならずに飛んでいったぞ。当たり前だよ、だってそれは上位の技だって教科書に書いてあったじゃないか。そうだけどさ、やってみたらできるかと思ったんだよ。忘れちゃったのかい。先生からちゃんと修練を積んで熟練度が上がらないと技は使えないって言われただろ。そうだ、新生術にもシステムコントロール権限、新生術行使権限という数値が設定されてるんだったな。あ、そうか、つまり新生術も修練を積まないと使える技が限られてくるってことか。ああ、そうだよ。まったく忘れっぽいんだから。それに誰かさんは闘争の生成が苦手だったからちょっと心配だな。まあまあ、それはだな。でも僕がその分を補えば大丈夫かな。補ってくれるのか。相棒だから苦手な部分を助け合うのは当然だろ。それは頼もしいな、ユージは。オンに切るぜ。よし、それでは闘争生成はユージオ君にお任せしようか。あ、でも新生術の実技試験を最初から投げるのはなしだよ。そうだったな。仕方ない、俺も頑張って新生術行使権限をできる限り上げることにしよう。そして新生術の授業が終わった後、先生に用事を頼まれたユージオと俺は一旦別行動を取ることに。リーナ先輩。やあ。そうだ、もしよければまたお前とユージオに課外授業への同行を頼みたいのだが、いいか。はい、もちろんです。ありがとう。今度の課外授業は貴族の保有する領地。わかりました。早速友情に声をかけてきますね。断ることはないと思いますが。ありがとう、心強いよ。もちろん行くよ。よし、それじゃあ準備しようぜ。でもちょっと不思議だな。不思議って何が。いや、貴族の狩猟地で獣を退治するって聞いて、前にキリトが先生に質問したことを思い出したんだ。ほら、どうして帝国には貴族と平民がいるんですか。そう聞いてたじゃないか。まあ、聞いたな。確か先生は、先生はこう言ってた。氷協会の予言を引用して、確かいつか果ての山脈にある4つの通路、北の洞窟、西の峡谷、南の回廊、そして東の大門から闇の軍勢が退去して攻め込んでくる。忌まわしきアジンどもを滅するために四帝国において英士や英兵の天職を持つ全ての民は人民を守る役割を負い戦わなければならぬ。その時、指揮官として軍の先頭に立つために貴族は日々剣を磨き、
術式を学び心身を鍛えている。完璧だ。さすが友情だな。印象的な言葉だったからだよ。それを聞いた後だと課外授業の話はあまり納得はできなくなっているけどね。そうか。友情は日々剣を磨いている貴族がなぜ資料地の獣を討伐しないのかって思っているんだな。うん。自分の職責を全うしないなんてことが本当にあるのか。病気で動けないとか何かそういう理由があるならわかるんだけど。多分それはないだろう。衛兵隊の仕事が溢れてるのはおそらく貴族が獣を討伐する義務を怠っているからだ。それじゃあ貴族は一体何のためにいるんだい。その答えを出すのは難しいけど。ごめん、こんなことを今考えたって仕方がないよね。準備し、あ、そうしよう。ジェネレートエアリアルエレメント、ディスチャージ。